皆さん、こんにちは。1992年4月26日から2014年9月7日まで、毎週日曜日の夜7時から放送されていた TBS 系の人気番組、さんまのスーパーからクリテレビをご存知ですか？明石家さんまさんが MC を務め、ご長寿早押しクイズやからくりビデオレター、中村玉緒さんがロケをする玉緒が行くなど、数々の有名コーナーがあり、国民的人気番組として長年愛され続けました。そのコーナーの一つ、からくりみんなの替え歌では、コーナーに出場した一般人が次々と注目を集め人気者に。さらに、その派生コーナーとなった全国替え歌甲子園に参加した大江裕さんは、初めて登場した時から強烈なインパクトを視聴者に与え、後にプロの演歌歌手となっています。今回はその大江裕さんの過去や現在についてお話ししたいと思います。大江裕さんには病気説など大変心配な噂も出てきました。その真相についてお話ししてみたいと思います。まずは大江裕さんのプロフィールからご紹介いたします。大江裕さんは1989年11月16日生まれの33歳、大阪府岸和田市出身で、身長は 175cm、 血液型は O 型です。大江さんが芸能界入りを果たしたきっかけは、さんまのスーパーからクリテレビでした。大江さんが初めて登場したのは2007年2月18日放送分、全国替え歌甲子園の大阪代表として出場しています。当時大江さんは現役高校生でしたが、高校生には珍しく大の演歌好きで、同世代が興味を持つような流行りの音楽は一切知らないと話していました。当時人気だった倖田來未さんのことを倖田來未と間違えていたというエピソードも飛び出し、スタジオは大爆笑。また口調もとても丁寧で、常に敬語で話す礼儀正しいキャラクターも話題となり、演歌高校生としてすぐに人気となりました。その後高校を中退しましたが、中退後も引き続き番組に出演、演歌浪人、演歌一般人と紹介され、引き続き番組を盛り上げます。しかし大江さんは本気でプロの演歌歌手を目指していたことから、 TBS の人気アナウンサーである安住紳一郎さんは、音楽事務所にデモテープを送ったらどうかとアドバイスをします。その助言に従った大江さんは実際にデモテープを送ることに。そのテープはなんと北島音楽事務所の目に留まりました。大江さんは北島三郎さんをとても尊敬しており、神様と崇めていたほど弟子入りも志願していたため、北島音楽事務所の目に留まったことは本望だったようです。二つ返事でデビューを決意した大江さんは、2009年に北島三郎さんがペンネームとして使用している原ジョージ名義で作曲したシングル「ノロマ大賞」でデビューを果たします。北島さんの内弟子の経験を持たずにデビューをしたのは大江さんが初でした。この異例の快挙は当然、さんまのスーパーからクリテレビも注目し、番組では素人時代からデビューに至るまでを追い続け、大江さんのデビュー曲発売日である2009年2月15日放送分では、ノロマ大賞を番組内で披露しました。そしてこのノロマ大賞は、オリコンチャートで最高位28位、演歌部門では5位を記録しています。ここまでですでにドラマのような人生を歩んでいる大江さんですが、さんまのスーパーからクリテレビに出演する以前から、さらに様々なエピソードがあったのです。大江さんの圧倒的な歌唱力は祖父の影響だったようです。子供の頃、祖父と一緒に暮らしていた大江さんは、祖父から歌を教え込まれました。当時のことについて大江さんは、うまく歌えないとしょっちゅう殴られましたねと話しており、祖父は相当スパルタ教育だったようです。また幼稚園に入園する前から祖父に手を引かれてスナックへ連れて行かれていたようです。そこで歌っていたようですが、祖母は小さい子をお酒の席に連れて行くなんてと眉を潜めていたとか。それでも歌を続けていた大江さんは、小学校3年の時に泉大津市のカラオケ大会に出演、そして中学では合唱部に入部した一方、老人ホームの慰問に訪れていたそうです。幼少期から祖父と過ごしてきたことから、同級生といるよりも年上と過ごす方が楽だったという大江さんは、教頭先生と将棋をするのが楽しみだったとも語っていました。大江さんが番組内でここまで人気者となったのは、祖父の影響を色濃く受けていたからだったようです。
そして幼い頃には事故に遭っていたようです。その時に右目部分を縫ったのだとか。番組出演時から右眉毛の傷跡が気になっていましたが、事故のせいで眉毛が薄い部分があるらしく、それをカバーするために自分で描いているそうです。事故も乗り越え念願の演歌歌手となった大江さん。そんな大江さんは2010年再び試練を与えられました。九州でコンサートをしていた大江さんでしたが、夜の公演で突如激しい動悸に見舞われたのです。異変を感じた大江さんはステージを司会者に任せ後ろへ下がりました。原因は過呼吸による血圧の急な上昇。そのまま病院へ運ばれた大江さんでしたが、幸いその日のうちに症状が治まったので翌日は再びステージに立ちました。ところが翌日も再び激しい動悸に襲われてしまいます。今度は精密検査まで受けましたが、特に異常は見つかりませんでした。それでも大江さんの様子がおかしいと感じた事務所の社長は大江さんに心療内科に行くことを勧めます。受診した結果、大江さんはパニック障害を診断されたのです。パニック障害は有名芸能人にも多く、キンキキッズの堂本剛さんやキング&プリンスの元メンバー岩橋元気さんなどもパニック障害と診断されています。パニック障害はストレスにより発症し、激しい気分の落ち込みやうつ病まで併発する場合もあります。大江さんは治療しながら活動を続けていましたが、残念ながら症状が回復することはありませんでした。結果、2010年12月に活動休止を発表します。この影響で予定されていた仕事はキャンセルされ、発売予定だったシングルの発売も実質中止に。しかしそんな状況を救ってくれたのは恩師である北島三郎さんでした。北島さんは俺のそばにいれば何も怖くないからと大江さんを励ましたそうです。こうして休業期間に入った大江さんは半年間寝たきりで過ごした後、2012年4月29日にはデビューのきっかけを作ってくれたさんまのスーパーからくりテレビに出演し、当時の状況について語りました。その時はひたすら不安がこみ上げてきました。大好きな音楽も聴けないしテレビも見られないと心情を告白。演歌一筋で育っただけに相当辛かったことでしょう。北島さんの支えもあり徐々に回復していった大江さんは2013年3月、再び原ジョージ名義で北島さんが作詞作曲した「ふるさとは今」で復帰を果たしました。その後は休止することなく活動を続けている大江さん、2018年からは北山たけしさんと共に北島兄弟を結成し、ソロと並行してデュオでも活動を開始。その年末には第60回輝く日本レコード大賞の企画賞を受賞し、師匠である北島さんと共に第69回平成最後の NHK 紅白歌合戦にも特別枠で出演しています。翌年2019年には北島兄弟で全国ツアー、明治座、新歌舞伎座、博多座でコンサートを開催。2020年2月には北島兄弟で台湾公演を成功させています。しかし健康状態にはまだ気をつけなければならないことがありました。デビュー時から 30kg も太ったという大江さんは2018年放送のザ・名医太鼓版で腸がどす黒く変色していたことが判明したのです。これは暴飲暴食からなる便秘を解消するため薬を服用していたようですが、その服用方法が間違っていたために起きたとのことでした。また大江さんにはお姉説もあります。これはいつも小指が立っていたり、銭湯へ行く時などに胸をタオルで隠すことなどから浮上しました。しかし大江さんはこの説を完全否定しています。いかがでしたか？今回は大江豊さんの過去や現在、病気のことなどについてお話ししてみました。大江さんはとても真面目な性格で、何事にも一生懸命取り組む姿勢が魅力的です。そのため人一倍精神的なストレスも感じてしまうのかもしれません。無理はしない程度にこれからも活動していただけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。